ピンポイントのアメリさん。は、40M。みんなのチャームポイントは？おっぱい。しびる。自信持てよ。リーダー送りたちと今回お仕事いないんですけども、今回この5人でやっていただきたいなんですけど、この5人に共通するものは何ですか？性別共通してないかな。哺乳類ありがとうございます。2000年生まれ、目が髪の毛生えてる、おし目がついてる人間たち、鼻やっぱ2000年生まれ、俺なんか全員同い年だね。髪色じゃー、髪色一緒じゃない。あー違う違う、共通点ってそこじゃなくて、もういらないよ。これ皆さん共通点って同じ色じゃなくて、派手髪がいっぱい多いんですよ。多いね。だってまあまあホイル楽しいしか黒髪じゃないんですけど、今回たまには僕たちしっかり体も張った企画もやっていいんじゃないかと思いまして、黒髪をかけた神展開神企画、神の限界決なんでだね。今回この神という言葉、まあ、ちなんだ勝負を用意しました。で一番最下位だった人が髪の毛真っ黒にしてもらいます。もちろん皆さんにも消毒してます。あ、これ皆さんこんな感じなんですけど、皆さんがやる前にも話してるんで、平等かつみんな消毒で沸かしてるので、私はもう黒にしますと。前染めなかったよ、スプラトゥーンの時は。あれはまあスプレーだったり、あと昔やったからメンバーカラーに染めてみたりいっぱいあると思うんですけど、あれはちょっと遊びや。今回はマジな染め子で染めてます。はい、なので、これは詐欺じゃないです。釣りでもございません。ガチで黒髪にします。ブリーチできひんくなる。やばい。それでは早速やっていきましょう。せーの、ライオン。はい、ということで黒髪かけた第1問目の難関、石井さんお願いします。はい、髪の毛、はい、の髪、はい、正しく漢字で書いてください。おお。じゃあ髪、フリップいるね。髪を正しく書けばいいのね。はい、毎回マッキー来たら俺にこうつけるのやめろ。せーの、ドン。はい、全員合ってますね。正解。髪や、めっちゃ軽く困難してるけど黒髪かけてんのこれ。それはそう。次もフリップです。はい、キラキする髪の毛の髪、はい、英語で書いてた。ちょっと待って。ちょっと言えるけど、言えるし読めるけど、え、これじゃない、私も書かれないかも。まあ、合ってんのかな。わかってきた。あ、ほばれるわ。私もほぼ英語に。まずい、これはまずい。違うな。ではこちらも一斉に、せーの。終わった。一緒やねんけど。エンさんだけ。3つしかないこれ。これボーナスなんで、その分得点します。あ、なんか。じゃあこれは順で発表してもらいます。結構出た。やばい、はい。神様、髪の毛、神心情、鏡、派手髪、手鏡、神手、カム、雷、狼。はい、全部大丈夫です。だから結構書いてる。10点。やばい。髪の毛、神様、派手髪、尾髪、神木隆之介さん、神っぽいな、金髪茶髪。金髪って折り紙の髪の毛が。やめて。六個ですね。すごい。6点。これか、はい。髪の毛、神様、カム、神の、カムは何？まあ、まあ、神っていうの、で、神、容姿の神で、派手神、雷、神手、神の句っていうこと、神の句、女神、雷もワンちゃん。そうですね。じゃあ何個？
十。やばい。俺そんな、なんか神ついたらその漢字使ったらあかんと思って、神の子、神手、神芝居、神やすい、神の毛しょっぱいで、おすごい、お、あ、でもそれでもやば、私でも一文字めっちゃ多いかも、普通にこの神で、神で、上の神、神で、派手神、神様、神芝居、黒髪、巻き髪、巻き髪、神手、すごい多い、12ですかね、強っ、3つ、前ね、これポイントになるのか、ポイントになります。次は、紙を用意した、え、お、紙を用意したの、はい、紙を用意したんですか、紙手、うん、とおっしゃりましたね、はい、飲みの席とか、あの接待の席とか、うわ、全然下手っていうのを、わかります、どこか丸つけろって言われた、え、あ、席のことやったわ、なるほどね、洋室です、まあ、この、まあ、色がついたところに番号順で紙手から下手、偉い順とか、偉い順に番号をつけてください、え、じゃあ1が一番偉い人ってことですね、そうです、1が一番偉いです、ちょっと待って、これむずいな、この座り方はベロむずいな、せーの、ドン、ね、MC、 私と MC 一緒やん、全然ちゃう、正解者いますか、はい、え、その方は誰ですか、若葉さんだけ、一番偉い人はなんか一番奥っていう、そうです、で一番新人が入り口近くなんで、アミカさんちょうど逆です、あ、ね、考え方真逆です、え、逃げやすいように偉い人がこっちとかだって一番最初に偉い人が出るわけだよ、守らなあかんない、私椅子の形で戻されてる、え、アミカもちょっとそれは分かりづらい、絶対一人席やん、うん、これ面白い、また続きますよ、はい、また髪だ、また髪か、また髪か、車の座席です、うわぁ、わかんねぇ、またこれ、で、これは4人ってこと、これもまた同じく偉い順に書いてます、偉い順に順番、はい、せーの、はい、ドン、一番偉い人は助手席乗るかい、はい、はい、はい、そう、正解者いますか、正解者は誰もいません、一番 C って近いって言うなら円さんですね、そう、一度あれ一番事故ないのって運転手の仕事はしてんねん、そうなんです、マジでせーの、一番事故には助手席ってしてる、だから子供もあれか運転手の仕事するか、もしかして私のニートさんが逆、ああ、その通りです、正解はこちらです、そっか、3結構危ない、まあ3はまあ窮屈なんで多分そのあたりなんでしょうね、え、もういいや、まだ続くな、これで最後です、それで最後、はい、これまあ特殊です、何じゃこれ、これは何だと思いますか、俺らミーティング、中華席すごい中華料理屋、わかるな、わかるな、そうです、中華料理屋の、そうなんや、円卓の席、わかるな、それの順番1から8つかなあるので書いてみてください。いきましょう。せーの、はい、正解者はいらっしゃいますか。アミカさん、正解です。あ、私逆なんや。まあ、エンさんもそう、正解と言っていいと思います。あ、ほんま。はい、エンさんとアミカさんに1本です。ファイヤーアミカ。チェ。チェ。違うものを当ててください。はぁ、苦手、この中で神ではないのはどれ、はぁ、ちなみに2人います、神様じゃないの、じゃないものを選んでください、1個は分かった、いや、俺の、いや、もう何もやっとこう、では、これは順番にエンさんから誰でしょうか、両面スクのヤタガラスです、同じく、ヤタガラスで両面スクの、お、両面スクのヤタガラス、これなんとか姫と、たまり姫、竜宮竜士、両面つくらとなんか月のあれ、あ、つくよみ、うん、わからん、つくよみはモンスターですけど、両面モンスターあるんすよ、つくよみに、神やね、神、これ来たっけ、すごい、違うもの一つ目は両面つくらです、はい、深いっす、これ1ポイントですよね、神といえば1ポイントね、次竜宮童子です、マジか、変えたな、変えた、次はですね、なんか時事ネタっぽいやつ、人間の髪を読めてるでしょ、世界で誰よりも髪が長いティーンエイジャーとして
インド在住のニランシ・パテルさんっていう方が髪の長さでギネス記録を取りました、はい、その髪の長さをこれ一番近い人があれですよね。そう、一番近い人にします。もうからん。以上からせーの、2メートル。え、10メートル1メートル904メートル4メートル56、はい、30センチメートル30センチ物差しやん。A さん取った。やっぱ2メートルぐらいやんな。2メートルぐらいかな。大逆転ありますか。大逆転ありますよ。じゃあこれはゲームにします。ゲーム、はい、なんじゃや。今から行うのは神々早口言葉。はいはいはい、やばい、やばい。これは順位戦です。言えなくなった人がどんどん脱落していって、残った人には、5点あげます。一番最初に脱落しちゃった人は1点にします。だから5、4、3、2、1とね。うわー、来た。あ、これ私、最初にかけても勝ち確じゃん。そうですね。いろんなところで言うと、まあ、エンさんはほぼ負けない。いや、優しさで。やっぱり本気で戦っていくよ。OK、行こう。1回。いや、1回です。OK、1回です。1回でいいの？そんな。1回やったら多分、いけちゃうぜ。いいね。いけちゃう。皆さん準備はいいですか。下回ってますか。はい、いきます。ブスバスガイドのバスガス爆発。ブスバスガイドのバスガス爆発。ブスバスガイドのバスガス爆発。まだ全員じゃないからね。ブスバスガイドのバスガス爆発。ブスバスガイドのバスガス爆発とか。あああと、M スターメイザーは2回間違えたら、まず今の絶対いけるやつみたいな。爆発言えるか。いきます。スモモ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 のうち。うわー、スモモモモモモのうち。スモモモモモのモモのうちののって言ったよね。スモモモモのモモのうちって言ったよ。スモモモモモモのうち。スモモモモモモモのうち。おお、甘いか。甘いだけ。まだね、次成功して誰かが欲しかったの。ちょっとでかい。はい、いきますよ。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。やばー。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。しゃ、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おい、これ失敗せえやな。失敗せえや。これ長い戦いになる。なりそう。もうみんなガチやもん。これ後ろ顔見て険しい。問題に回数が書いてあるんですけど、その回数分言ってください。はい、生バナナ、生バナナ、生バナナ、生マズカバナナ、生マズカバナナ。やばいやばいやばい、もう難しい。お嬢、生バナナ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 。おー、生バナナ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 。あああ、生バナナ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 、いきますよ。はい。シチュー、シシュー、シツツ、シショク、シシチョウチュー。やばい。シャッ。シチュー、シツツ、シシュー、シショク、シシチョウチュー。シチュー、シシュー、シチュー、シショク、シシチョウチュー。シチュー、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 シチュー。シチュー、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 シでもでかい、でもでかい。2111。赤巻髪、青巻髪、黄巻髪。赤巻髪、青巻髪、黄巻髪。これ夢よ。デジャブ、デジャブ。いけ、いけ。赤巻髪、青巻髪、黄巻髪。おお、わかった、3点。終わったしゃー、これこれ別にエンちゃんに勝てるわけじゃなくて、ここら辺に勝たないと。せや、いや、そう、はい、かけっこでこけたか。うわー、むずい。かけっこでこけかけた過去。おーい、いいね、1
ちっ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 ちアニカがいけたり、いや、アニカがいけたらクリアやけど、アニカがこうやってつまずいたらサボるんですよ。あ、ってことは結構安定な位置、うん、私はあなたに哀れまれなたくないのだー。頼んです、英語頼んです。バリおもろいやん。いいですか、落ち着かなくていいですか。はい、いいですよ。むずいね、面白い。え、これでも決まるの。決まる。頼んです。せーの、引き出し術中、普通死中、うわーやばい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 。普通シチュー。おお。ちょっとわかんない。やでも私も最初は食ってたから学びたいです。うわー優しい。急にキュウリ9本食う、ここ急増。急にキュウリ9本食う、ここ急増。よう、そんな用意してくれてんな。え、ほんまにあるんですか。あるんで、これか言ってなかったから。いきますよ。はい、魔術師、魔術師は。うわって感じが入ってたら OK でしょ。危機一髪やったら神って書いてるけど、パッとでもいい。
そうそうそう。四字熟語とかはほんまに苦手やろ俺。頑張れ。四字熟語やから4文字やろ。若葉めっちゃ早い。5、4、3、1、あー全然分かった。それでは、せーの。やばい。いい三種の神器、危機一髪、神羅万象、神対応、神対応、神羅万象、四面楚歌、風神雷神、疾風神雷、一子一面。この勝負神経衰弱。そう、死人相応、はい、下敷きだったね。全身スープ、あと怪力乱心とか。おーれーおーれー待っつけさーさーはい、なので5点で甘いとくん、この髪になりまーす。おしがれと来てくれてる、ありがとう。はい、ということで、数日後のアマリゾリ君はどうなったのかというとですね、なんか髪染めるのちょっと嫌かなとか言ってたけれども、まあ結局こうなりました。ザイッザイ、えやん、なんかおかえりって感じで、もうだいぶ苦労した。おい、なんか、はい、ちょ、なんか俺じゃん、俺が負けたから俺の後押したら、なんかお前ずれとるって人、黒っぽいやつ何人おんねんここに。おい、ほぼ黒やんけ。違う、俺が負けてな、負けました、負けて黒に染めました、おーでよかった、ほぼ黒やし、なんでイメチェンしたのとか考えました。どうしたみんな、トロシチが憧れてるってことね。せやろせやろ、ありがとう。こんな感じ、ここで結構黒が増えたで。うん、黒髪あんま変わってない、そうか、あんま変わってない。はい、じゃあ、黒が変わってない、だいぶ変わったやろ、まあ、あんま変わってない、だいぶ変わったら、また変わってない、黒騎士。まあ、でも、まあ、あまりとか主役やし、あれ、なんやったら金髪の方が似合ってた。おい、やめろよ。こんな黒ですが、これからもよろしくお願いします。それでは、黒は俺。かわいい。